どうもこんにちは、37のアラパーでございます。さっということでね、今回はエプソムカップを予想していきたいと思います。エプソム、おう、エプソムということでね、今回 G3 なんですけどもね、なかなか出ます。エキストラエンドとかも出ます。レコンダイトとかね、湘南バッハも出ますし。そうなんですよ。ルージュバック、ルージュバックがね一番人気ですね今で。私がねこういろいろ調べた結果ね、私が今回買うのもう決まってるんでございますよ。何買うんですか？今回買うのは7番ロジチャリスでございます。名前だけど2番人気やわ。めちゃくちゃ勢いがあって、4走前と3走前は3着11着とダメやったんですけども、騎手が福永雄一に変わってからただいま2連勝中です。で今回も福永雄一が乗るんですよ。そしてもう一個、僕がこれいいんちゃうかなと思ってたのが、里野ギャラントも12番人気なんですけど、悔しいけれどお前に夢中、里野ギャラントギャラント、やっぱこのちょっと勢いにかけてみようかなと。ちょっと2番人気でね 5.7。 まあいいんじゃないですか、2番人気で5倍くれたら。もう今回はねやっぱルージュバックがね前日で 2.3 倍ですからね。なかなかの大本命なんですけど、私はちょっとロジチャリスにかけてみようかななんて思っております。わかりました。はい、じゃあ私の方を発表したいと思います。9、私は結論からまず言います。買いません。釣りたいだけじゃないか。じゃあ買わないという勝ち方、そういうのもあるんちゃうかなと。おもんないおじさんが言うやつ。今回じゃあ回避ですか。ラングレーみたいな。4番人気ラングレー、ディープインパクトがお父さんですね。調子も悪くない。3着1着1着3着ラングレーとても好きさ、ラングレー。これな、俺ら思ってんけどな、ダジャレが思いつくとき勝つねん。だから里のギャランとかラングレーでしょうね。ラングレーの方が綺麗やったよな。じゃあラングレー、里のギャランドとかなってラングレーやな。ラングレー、マーシーがいたよ。もうあんまりそんなこと言うな。ラングレーにします。エプソムカップ買わないと言っていた深田がラングレーにして、私はロジチャリスに出しました。今回は正真正銘男と男の短所勝負、果たして勝つのはどっちか。みんなのコメントをどしどし待ってるぜ。どうもありがとうございました。